はい、皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は2024年がどんな1年なのか、占星術で星の動きをまとめてみました。大まかな流れ、そしてお仕事や社会運、そしてお金のこと、また人間関係や恋愛について、そして最後によりよく生かすためのヒントもお伝えしていますので、ぜひ最後までご覧ください。そして皆さん、今年こそは叶えたい夢があるとか、こうなったらいいなっていう願いをぜひコメント欄にお寄せください。絵馬を描くようにね、書いていただければ、全部叶いますようにと願いながら、全て拝見させていただきます。大前提としてなんですけど、運勢の強弱はね、各星座によってあるんですけれども、一番大事なのは私たちの心、マインドによってこう見える世界や作っていく世界も全く変わりますので、あくまでもこの星の動きを参考に、皆さんの好きなように自由に2024年を作っていってください。何かしらこの動画がお役に立てれば嬉しいです。ではよろしくお願いします。天秤座さんの2024年は、情熱に沿って何かを生み出せる年です。2024年に起こりやすいこと、内側に眠っていた情熱にポッと火がついて、人生を喜びで作っていくような、そんな可能性のある一年になりそうです。自分から何か大切なものを生み出そうという感じがあり、意図の仕方によっては人生をかけた一世一代のチャレンジをしたくなる方もいらっしゃるかもしれません。いずれにしても、これまでの人生や生活とは全く違うものになるかのように、可能性が爆発する、予測不可能なプランが持ち上がりそうです。1月から5月末までは、他の人と協力しながら、まるで自分の出産を手伝ってもらうかのような、クリエイティブで創造性あふれる時期になります。アイデアは自分だけど、それを世に広めていくのは別の人が担い、それぞれのプロ意識を持った人たちが連携してサポートするなど、誰かといい関係性を築きながら人生を変えていく力に目覚めていくようです。これは2023年の春ぐらいにも感じていたエネルギーなので、その時の自分を思い出して、さらにバージョンアップして、より一層リアルに生かす力が与えられているとしたら、どうすればいいだろうかと前向きに考えてみてください。健康面では、2023年あたりから何かしらの健康問題が表面していた方にとっては、焦らず気長に治癒していく流れです。2024年は後半にアクティブに動けるよう、前半に健康診断やメンテナンスを済ませておくといいでしょう。お仕事や社会との関わりについて、仕事に関しては5月末まで他者から認められたりサポートを受けやすい時期なので、表向きは派手ではないかもしれませんが、しっかりと信頼を築き、内側の強さを蓄えられる時期です。すでに過去に放ったエネルギーが巡り巡って自分の元に帰ってきていることを感じる方もいるかもしれません。お仕事に携わっていない方も、表向きの活動としては見えにくいかもですが、他者との強力なつながりを感じつつ、趣味やレジャーなども楽しめます。6月以降は自分のテリトリーを離れて、もっと遠くに飛んでいくイメージになっています。自分の専門性を際立たせ、深く学び、もっと真理に目覚めていくために、遠くまで旅に出ていくような気配です。仕事でも出張でも遠方へ出かける機会が増えるかもしれません。またこれまでは知り合うことのなかった他部署の方々や、違う環境で生きている人とも知り合うきっかけがありますので、人間関係は広がりそうですね。お仕事においては、自分のアイディアや情熱をどんどん表に出して、いろんな方向へと運んでいくような流れになっていくでしょう。お金のこと、金銭においては5月末まで他者からサポートされたり、へそくりも増える傾向があり、借り入れがうまくいったり、お金の管理をするにはいい時期になります。ただし6月以降は、宣伝広告費や人生のチャレンジにお金を費やしたくなるため、手元には残りにくいかもしれません。しかし、人生の挑戦にお金を使うのは最も価値のあることのような気がして、消費することよりもお金を活かせることに喜びを感じそうです。美容に詳しい天秤座さんは、整形してもっと自己表現を変えようというような一大決心をする方もいらっしゃるかもしれません。手術やセラピーも見えないところで行われますが、
人目につかないところでの努力をしやすい時なんです。外見も中身も強さの部分が満ちやすい時なので、イメチェンやダイエットにも成功するなど、ますます自分に自信がついてくるようにと、宇宙は大いなる愛で応援してくれてます。人間関係や恋愛について。人間関係や恋愛においては濃いつながりが期待できます。特に5月末までは相手と溶け合うような、全てを分かち合う喜びを感じられるかもしれません。恋愛はほわっとした優しさではなく、二人でこそ生み出せる価値あるものを形にしようという気持ちが強くなりそうです。そこには強い情念や葛藤もあり、その熱が強く盛り上がり、盲目の愛のような大恋愛へと導くことも否定はできません。また恋愛自体への意識改革が起こり、自分もトランスジェンダーとして対象が変わるなんてこともあっても不思議ではないと思います。それぐらい人間関係においては、何か想像しなかった有益なものを生み出せる力がある年なんだと覚えておいてください。2024年を有意義に過ごすためのヒント。予想外の自己改革が起こりやすい時なので、それが外見だろうと自己価値だろうと、この世に何を表現していくのかを通して自分の真の強さにも触れられる一年です。恋人など特定のパートナーがいないという方も、自分で自分を喜ばせ、他の人と融合して一緒に人生を楽しむことは可能です。自分と違う価値観の人も受け入れてみてください。きっと楽しい世界が待ってます。特に6月以降は堂々とした自分が嬉しくなり、喜びに満たされた人生へと仕向けていけるでしょう。本当の願いに沿った方向転換に挑んでみてくださいね。2024年の天秤座さんは、心理的に何か抱え込んでいたことや隠したかったことを誰にも知られずに静かに解消していけそうです。例えばコンプレックスや後ろめたさが消え、後半は自分のことが誇らしくなります。自分の気持ちに正直であり、清々しい気分を味わえますので、顔を上げて人生を楽しんでいってください。自分にはふさわしい価値がある、最高にエキサイティングな一年になることを願っています。今回も最後までご視聴ありがとうございました。